パーリアク、またはパーリアックは土星の第二十衛星である。イヌイット群に属する。2000年8月7日にブレッド・ジェイ・グラドマンが率いる観測チームによって発見された。観測が行われたのは地リにあるヨーロッパ南天天文台のラシア天文台である。発見は同年10月25日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S。 2000S2 というカリフ号が与えられた。名称は、マイケル・アルバー・ロック・クッソガックと、ブラジアナ・レンガー・クリコールカが表した、ザカーズ・オブ・ザ・シャマンに登場するイヌイットのシャーマンの名前にちなんでいる。2003年8月8日にこの名称が承認され、サターム XX という確定番号が与えられた。パーリアクは、直径がおよそ2 2トルと推定されており、 土星からおよそ1520万キロメートルの距離を687日で好転している。表面はわずかに赤い色を示し、赤外線のスペクトルは他のイヌイット軍の衛星シャルナクとキビウクに非常に類似している。そのため、これらイヌイット軍の衛星は共通の起源を持ち、大きな天体が破壊されることで形成された可能性がある。ありがとうございます。